雨上がりの空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て考えてた、君のために今何ができるか。忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のことを大切にして、誰かのことそっと思うみたいに。切ない時、一人でいないで、遠く遠く離れていかないで。疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう。いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは、特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめていること。君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から、君を愛している。でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは、特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで
元気でいますか？大事な人はできましたか？いつか夢は叶いますか？この道の先で覚えていますか？揺れる麦のあの湯場へ地平線続く空を探し続けていた。ナイフを持っているなどと脅したため、母親に電話をかけようとしたところ、少年が携帯電話を奪って逃走しました。ないものの輝きを
瞳が泣きそうな声が今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で君を追いかけた。変わらないもの探していた。あの日の安心してください。あくまでね、平成ジャンプの山田涼介として、ジャンプのためにも一生懸命。そのシングル1月9日にミステリーバージョンが発売されます。ぜひ皆さんよろしくお願いします。Thank you.
君がいるなら君がいるから
強く tell you。 時には君を傷つけて胸に込み上げる何かが涙に変わってく。少年が大人になる、つぼみだった花が咲き始める。そうさ歩いて行こう、君となら何も怖くないよ。誰かにバカにされたっていい、ただ君のために夢を叶えたい。何度間違ってもつまずいて、ガルも似てるかな。平成ジャンプの皆さん、ギザコンサー君のそばで。これは八乙女の分。今も見てると思うんですけども、待ってます。ゆっくりじっくり直してください。みんなで待ってます。